今回は「笑顔いっぱいの家」を紹介します。さよなら。アトピー。さよなら。シックハウス。体の悩みに正面から向き合い、住環境での体質改善を追求した住宅専門家による一冊。無臭いや漆喰で自然素材を感じるだけの住宅とは一線をかし、 体の本来の力を取り戻すための本物の健康住宅を目指した筆者の試みと実績が綴られています。シックハウスを自ら体験した著者が語る健康住宅の話は何より説得力があります。また健康住宅の定義から実際にどのような素材畳床材などを使って どのような換気断熱システムを採用すれば良いのかという具体的な話が分かりやすく解説されています。これから家を建てようという方には、ぜひご一読をおすすめします。小さい子供が3人いるのですが、子供たちはいつも呼吸がゼロゼロしています。体質的な問題かと思っていましたが、この本を読んで、 住んでいる環境のせいだと気づきました今住んでいる家は日当たりが悪い上に狭くものがひしめき合っているので家を建てるなら絶対にこの本に書かれていることを一つでも多く取り入れたいと思いました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら。 チャンネル登録をお願いいたします。